というわけで、えー、1か月ぶりぐらいですかね、えー、楽しいゴールデンウィークが終わって、えー、まああとはひたすら仕事をするという、えー、この1か月だったんですけれども、えー、皆さんはどのような、あまあいいですね。えー、で、まあ1か月ぶり前、だからゴールデンウィーク明けぐらいですか。あの後 あのあとですかね、えー、ベイスターズが、えー、確か6連敗ぐらいの確かありましたよねあれ5月5月だったか6月だったか6連敗ぐらいあったりあってその後交流戦でまあ、まあ、まあ交流戦優勝みたいな流れですか、えー、もうあったし、えー、オースティンが復活したと思ったら えまた今、怪我でえまあ軽傷みたいなんですけどもえまあファーム行っているというこの短い間まあバウアーがねえー完全に,あのにまあ日本の野球にフィットしてみたいなこともありつつえこのえ1ヶ月の間でいろいろ。 ありましたがあとりあえず、えー、今日阪神戦3連勝して、えー、首位浮上再浮上ということになりましたっていうところですね現状今、えー、なんだかんだ言ってうんどうなの、まあ、絶好調ということでもないんでしょうけれどただ、えーまあ、強いですよねあのバウアーが仲よ で回っててくれてうん今,で今永東とこの3人がね、えー、まあ今回阪神戦でも投げましたけど、えー、まあちょっと、えー、今永選手とは,はね、えー、まあもちろんなんですけども東選手もね、えー、もう完全にあのー。 今年はね、調子いいのでね、まあ、ちょっとあの、なんていうんですかね、ピッチングスタイルを変えたというような記事が出てましたけれどもね、もともとね、あのー、初年度の、ね、東選手を見た時にはね、今永選手を超えるピッチャーが横浜に出てきたぞというような、そのぐらいの期待値だったのでね。 とまあ、どこも痛いところもなく、ね、投げてもらえれば、あのー、今年は最多勝もい、えー、けるんじゃないかと、えーまあ、実際、今何勝してるのか知らないですけども6勝ぐらいはしてますよね、確か6、7、6、まあ、どっちかですよね、えー。っていうところなんでね、えー、今永、東バウアーいて、えー、あとは大貫選手。 で平選手がね、えー、まだちょっとよくわからないんですけども、まあ、調子良ければ平選手はもちろんね、えー、計算できるピッチャーになるまあ石田選手もまあまああのー、防御率はあのー、いいんですけども、えーまあ、5回。 まあ防御率がいい割にはそんなに抑えてるというイメージも実はあんまりなかったりしますけれどもまあでもねその辺で回っていけばあーそうかだからガゼルマンを最近ちょっとしばらく見てないんですよねガゼルマンと浜口,、うん、浜口選手が今ちょっと完全に、あのー、ちょっと今シーズン、えー まあしばらくはちょっとあの2軍の方で調整していくのかなという感じにはなっているとは思うんですけども、えー、まあとりあえず先発ピッチャーがーとりあえずまあ45人はねえっ、ー、とピッチャーいるんでねまあ強いよなとどっちかっていうとあの抑えの方が心配だったんですけどもまあでも今日はね えと伊勢選手と安崎選手とピシャッとおっしゃってくれましたので、えーまあ、しばらくはちょっと安心して見ていられるのかなという気はしますよね。で結構今シーズンに関しては、えー、割と点差が開いてね、えー、45点差で勝てる試合が以上のね点差をけて勝てる試合が増えてるような気がするんで、えーまあ、去年ほどあの 伊勢投手をね、えー、酷使することなく、安明選手もそうですけど、えー、そんな使わずに済んでいるのでね、あのー、その辺んもあの、なんていうんですかね、えーへばバテる、途中でバテることなくね、えー、勝ち続けられる可能性が高くなってるんじゃないかなという気はするんですけどね、まあ、その中でね、あのー、森原投手とかもねあ、この1ヶ月間で森原投手もね、あのー ちょっとアクシデントがあって2軍いって1軍上がってっていうのもありましたしまあでもウェンデルケン選手も今日投げましたけどねあのウェンデルケン選手も使えますしエスコバー選手もちょっと,うとうあの1軍上がってきてあの非常にいい内容だったらしいのでまあちょっと結構。 ピッチャー陣は割と万全なような気が今のところしてますのでしばらくとりあえずオールスター入るまでにねもう少し直近作れるんじゃないかなという気がしますよね逆に阪神はね5月とかすごい勝ってたんでね差が開いていく一方だったんですけれども 交流戦あたりからですかね、えー、と負けが込み始めて今5連敗中になるのかな横浜で3連敗したから5連敗中になると思うんですけどちょっと今阪神の方が逆に、えー、状態がチーム状態が良くないのかなという感じもしてますけれども、えーまあ、あとはその次横浜は広島か広島中日と来週やるとは思うんですけど。 まあちょっと他チームのね、ちょっと交流戦やってたんでね、えー、広島とかジャイアンツのね、状況がちょっとよく分かってないんですけれども、えー、っと、まあ、ジャイアンツはね坂本選手がね、えー、怪我してしまったのがあるので、そこがね、まあ、ちょっと梶谷選手とかも、あえもう怪我したんでしたっけ、梶谷選手もなんか、こう、100%、 ななな状状態態じゃない状態で出てってててっっまたたた怪我したって言ってたような確か気がします、ね、で坂本選手もってなると、えー、少し、えー、チーム力としては落ちるのかなという感じですかねでもピッチャーがね結構打てないんだよなジャイアンツのピッチャーはね、えー、あと広島もなんだかんだで5割前後では来ているのでまあちょっとその辺の来週ね広島3連戦どんな感じになるのか。えー まあとりあえずあとオールスター前まで5つぐらい、えー、貯金を増やせていればいいんじゃないでしょうかっていう感じの1ヶ月でしたが、えーまあ、とりあえずとりあえず今から34本取りたいと思いますので、えー、このなんとなくベイスターズのこの1ヶ月をダラダラと撮ってみましたということでさよなら